ガールフレンドはぐっすり眠っていますか？彼女を起こす時間です。出発。ペニーはぐっすり眠っています。世界の何も彼女を邪魔することはできません。彼女はどんな姿勢でも寝ながら最高の夢を見ています。そしてこちらはニック。彼は待ちくたびれています。もううんざり、お腹が空いた。ペニーのためにロマンチックな朝食を作ってベッドに持っていったらどうなる？いいアイデアです。しかしニックはユニコーンに気がつきませんでした。ペニーはこの不快なモーニングコールが気に入らなかったようです。ロマンチックにしてみましょう。ペニーは間違いなくイチゴに誘われるに決まっています。いい香り。ダメ。ではシャンパンを飲みませんか？おっと、そんなつもりじゃなかったんだ。ニックに大きなあざができそうです。ニックにはサプライズがあります。準備万端。ペニー、結婚してください。予想外です。もうドレスを着てる？ベールも？とりあえず指輪を見せて。ジョギングで体力をつけましょう。ニックは苦しそうですね。アイスクリーム食べたい。買ってきてくれる？お待たせ。また？起きてユニコーン。何？ニックひどいわ。ペニーは料理に疲れました。ちょっと休憩。ニックは思いつきます。素敵な音楽で愛するガールフレンドを起こしましょう。ニック、目覚まし音楽はうまくいかなかったようです。ニックには新しいアイデアがあります。羽を使います。軽くくすぐりますが効果はありません。では効き目を強化。これもダメです。別の場所を探します。足の裏は絶対にいいはず。痛い。これはどうですか？可愛い鳥がペニーを起こします。いやー、鳩は失敗です。ジェラシー作戦は一体誰？悪いアイデアです。素敵な雪を降らせばペニーは起きられますか？雪が発泡スチロールであっても問題ありません。ニック、ロマンチックだと思ったようですが失敗です。ニックは画期的な目覚ましを考えました。ポセイドンが挨拶します。さあペニー、
また失敗。ペニーはなかなか目を覚ませなかった歴史上初めての女の子ではありません。落ち着いて小人たち、リラックスして。どうしたらいいか分かっています。もう目を覚ますところです。ふう、リンゴが出てきた。何をそんなに緊張したの？ペニーは太陽の下で眠りに落ちました。ぐっすりお休み。日焼けしないようにしてあげるね。ねえ、なんでこうなってるわけ？ニックの顔にも全く同じ模様があります。ペニーは読書中に眠ってしまいました。可愛い顔をして寝ています。クリームのマスクで驚かせましょう。起きて。サプライズは失敗です。フォロワーの皆さん、ガールフレンドの可愛い寝顔を見せします。見て、可愛いでしょ。おっと、おはよう。何？インスタライブ？ノーメイクなのに？ニックひどい。もうインスタなんかやらないから。海で過ごすと元気になります。もうペニーは眠っていません。え、また寝てるの？ねえペニー、地震だよ。何？ニック、もう限界。眠れる森の美女をベッドから引き離します。ニック、もっといい起こし方なかったの？ブランケット返して。ハウスキーピングです。起きてペニー。別の方法を試してみましょう。痛い、ほっぺたが。どうして邪魔するの？このモーニングコールは悪魔のようです。何してるの？サプライズ、バラの花束のお届けです。ボンジュー、いとしの人よ。ペニーはまだ寝ています。ニックにはラストチャンスがあります。チョコレートは最高の目覚まし治療法。チョコだ。目覚めに最高の薬。ありがとうニック、あなたは世界で最高の彼氏よ。すごい効き目がありました。彼女を起こす方法はいかがでしたか？
目を覚ますために何が必要か教えてください。このビデオにいいねしてチャンネル登録とベルをクリックしてください。夫婦の面白い動画をお見逃しなく。